今って、はい、パレスチナと、はい、イスラエル、はい、ツイッターとかからも、はい、その濃さが薄くなってきてですね、はいはい、まあ、あまりちょっとテレビを見ないっていうのもあって、はい、ニュースでやってるんですかね。テレビもそんなにやらないですよ。あ、僕は朝のテレビしか見ないので、はい、朝ってどっちかというとバラエティな感じじゃないですか。なるほど、はい、なんかね現場では、はいはい、踊る大捜査線じゃないですけど、はい、現場で起こってるわけじゃないですか、はい、紛争が、はいはい、で人質は何百人取られていて、はい、うん、人質は今でも、はい、そこで不安な日々を送ってるわけですよね、はいはい、この差日本とのこの温度差、はい、まあそれはあるんじゃないですか。日本っていうか日本で起こってることは他の国の人は何も思ってないじゃないですか。まあそうですけど、はい、というところで、はい、老子の、31章、はい、こちらトルストイ監修の老子道徳経、はい、トルストイっていうのはロシアの文豪ですね、はいはい、が老子に感銘を受け、はい、それを日本人のとのやり取りでトルストイが監修したものです、はいはい、なんでロシアの人なんですよね、はい、ロシア、日本、中国、はい、のこの塊で、はい、できたものです。トルストイ風老子、はい、はい、なんで同じやっぱり同じように感じているというところで、はい、ちょっと皆さんも感じてほしいんですけど、はい、31章、よく装備された軍隊は冒涜的な道具であり、その実不吉な物体である。賢者は左側を良しとする。というのは軍隊を用いる者は左側よりも右側を良しとするからだ。軍隊は冒涜的な道具である。このため真の賢者たちのための道具になり得ない。そこでそれはやむを得ざる場合にのみ用いられる。戦争は安寧を目的にするかもしれないが疑いない悪である。戦争が善であるならばそれを喜ばなければならないだろう。だがそれを喜ぶのは人殺しを好む者だけである。人殺しを好む者は世界で自分の志を果たせない。吉事の際には左側は右側よりも良しとされ、凶事の際には右側が左側よりも良しとされる。副将軍らは左側にとどまり、将軍は右側にとどまる。勝利が知らされるとき、この知らせを福もの礼をもって迎えるべきである。というのは戦争でとても多くの人が死ぬから、戦争でとても多くの人が死ぬから戦争を悼んで泣くべきである。戦争が勝利を収めるとき万人に福もせよとセンスべきであると。はい、なんかこの感覚って同じなんですよね。はい、同じじゃないってことか。この感覚、まあ、戦争は良くない、良くないよね、人殺しって良くないよねっていう、はい、でもなんかそれをかの地では、はい、血を血で洗いみたいな、はい、その目的があるからやむなしっていう感覚なんですよね多分みんな。なんか戦争を好き好んでやってるわけじゃない。例えばアメリカ合衆国って、はい、自由の国と言われ、はいはい、いろんな人種が、はい、のるつぼになってるわけです、はいはい、それでもまあ社会は成り立ってる、はい、日本から見るとちょっと怖い、はい、印象を持ちますが、はいはい、そうやってそれじゃダメなのって思うんですよ、はい、いやその場所で、うん、みんなで暮らせばいいじゃんって、はい、人種とか関係なくさって、はい、それ言うと日本も一緒か。その、まあ、例えばですけど、はい、じゃあ明日から中国人住まわせてください。でも今住んでますよね、二等辺の家に。家にか半分提供してくださいよ、文化かなっていう話じゃないですか。それは嫌だよっていう人が一定数いて、まあ、うん、っていう仲良くしようよって言って、じゃあ、はい、あなたの家半分、あなたの家に住まわせてくださいみたいな、それはちょっとってなるわけじゃないですか。そうですね、
その辺じゃないですか、もともとの価値観というか、そこが合わさらないので、まあ、確かに、まあ、その埼玉ではまた違う川口市でしたっけ、はい、あのクルド人あ、はいはい、の人らの集落ができつつあると、はい、確かにそこには、はい、あの危機感を持ってるんです、はい、そういうとこじゃないですか、仲良くしようよっていいじゃん入れたらって言われるとどうかみたいな、うーん難しい問題ですよね、はい、いやここに入ったんなら、はい、文化は日本だよって思うんですよ、はい、でもそれを守らないって言われると、はい、じゃあダメだよっていうのも分かるんですよ、はい、その文化はもう文化も、まあ、価値観じゃないですか、はい、価値観、はい、うん、なので何がいいか、日本の文化を守るのがいいかどうかも分かんないじゃないですか、そこ人それぞれって言われると、はい、うーんってなりますね、なるので多分争いは終わらないみたいな、みんなが同じ価値観を持たないとか、まあそれを認めるしかないですよね、自分と違う価値観を、いやなんか武器の使用とかがなければ、はい、いやでもな、そうなんですよね、はい、なるほど、はい、そう言われると難しい問題だなと思います、難しい問題では、多分簡単だったら収まってるって話ですもんね、うん、はい、ちょっとこれを今読んだものをドリアン助川さん、はい、バカボンのパパと読む老子から、はい、優秀な武器は不幸の道具である、命あるものは大抵これを嫌がる、だから他を身につけたものは武器を使う場にはいない、君子は普通左を定石とするが戦場では右側を定石とする、武器は不幸の道具であって君子の使う道具ではない、やむを得ず用いる場合は一瞬の使用が良い、勝っても栄えあることにはしない、もしこの勝利を褒めたたえるならそれは人殺しを楽しむことである、人殺しを楽しむようなものは天下に志を果たすことはできないであろう、めでたい席では左を定石とし不吉な席では右を定石とする、副将軍は左に位置し大将軍は右に位置する、祭礼にのっとって位置するということである、殺した人の数が多ければ悲哀をもってなく戦いに勝っても壮麗に従うべきであると、はい、まあ、同じこと言ってますよねまあそうですね、はい、これはバカボンも同じようなことを言ってます、はいはいはい、まあ何が勝ちなんてないんですけどね、うん、私も奇襲攻撃があって、はい、その時はどうなるんだろうってで、はい、すぐにもう地上戦に入るって話だったので、はい、すごいニュースを注視して見てたんですけど、はい、最近もうそれは忘れていくんですよね、はい、その何て言うんだろう、かの地を思う心は、はい、でそんなんでいいのかって思ったりもするんですよ、はい、でもまあここで私一人がそんなこと思ったところで、はい、解決するわけもなく、はい、動けるわけもなく、うん、祈ってもどうしようもなく、はい、人って弱いなって思うんですよ、はい、弱いなって言いながら頭の中はいろんな妄想もあるわけじゃないですか、はい、何なんでしょうねこれって、うんうん、これが社会なんですかね、でも、はい、人質の人って、はい、ずっと助けてって思ってるわけですよね、はいはい、これ何なんですかね、これというとで、なんて言うんでしょう、はい、これが起こらないようにしなきゃねえとは思うんですよ、はい、日本で、はいはい、何にもです、はい、自分が選挙に出るしかないんですかね、変えたいと思ったら何を変えたいんだろう、分かんないですっていう日々です、はい